こんにちは、速稼塾の久保です。今日はロスジェネシリーズの中でもロスジェネ女性にフォーカスしてお届けしたいと思います。よろしくお願いします。昨年10月のことなんですけども、ロスジェネシングル女性の貧困問題が朝日新聞の記事に掲載されていました。ロスジェネのシングル女性の約半数が生活保護レベルの収入になってしまうという内容だったんですね。なぜそのような収入の水準になるかというと、ロスジェネ世代の人は非正規雇用が多く収入も安定しないからだというんですよね。ここは皆さんねご存知のことだと思います。しかしこの点では男性のロスジェネ世代とさほど変わらないんですが、今回ロスジェネ男性とロスジェネ女性に聞き取った結果から大きく違っていた点が分かってきました。それは結婚と離婚についてなんですね。例えばですね、こんなロスジェネ女性の回答結果があります。結婚して離婚して働き出してよく分かった。仕事はまさに命がけ。旦那は当時このような理不尽と自己実現の狭間で自分の夢や生活、お金も気力も生命も切り売りしながら私のために耐えてくれた。しかも旦那は家に帰れば家族への仕事がある。専業主婦だった私は付き合う前より生活が楽しく豊かになると思っていたのに何も分かっていなかった。仕事で疲れて帰ってきた旦那にいつも不満ばかりぶつけていたような気がする。昼は主婦仲間と愚痴り、親には結婚って疲れるねと日々電話で嘘吹き、本当に醜い自分だった。今私は仕事から帰って暗い部屋の電気をつける。誰もいない。明日からも誰も一緒にいてくれない。疲れた。誰かに、愛する人に話を聞いてもらいたい。あの人もこんな気持ちだったんだろうな。反省だ、後悔だ。こんな今の自分の気持ちを結婚生活中に気づいてあげなきゃいけなかった。旦那に依存しすぎて時代が変わったことも気づかなかった私が悪かった。あれから気がついたら20年、私も50が見えてきた。当時離婚を必死で止めてくれた親の言う通りだった。結局全部親が正しかった。でももう手遅れ。あの人は幸せな再婚ができただろうか、それとも結婚にはうんざりしただろうな。あの人の人生を壊した。これも私の責任だ。はい、ロスジェネ世代の貧困というのは大きな社会問題ですし、老後の生活を考えればとても悠長にはしていられません。では今更何をやっても手遅れなんですかというと、決してそうではないんですね。まだまだ諦めるのは早いです。ただしこれから始めるのは当時のリベンジでもなく、青春の続きでもなく、老後の準備です。詳しく話していきます。ロスジェネ世代っていうのは1990年代後半から2000年代前半の就職氷河期に社会に出た世代のことを指します。そのために希望通りの職業に就くことができないばかりか、非正規社員あるいは無職になった若者もいました。就職氷河期、不遇の時代とも呼ばれてるんですね。バブル崩壊によって訪れた失われた10年です。ロストジェネレーション、略してロスジェネです。しかしこの現象、本来は多くが男性の状況なんですね。一緒くたにされがちなんですが、この時の女性、この時代の女性ってのは3歳から5歳も年上の人と結婚すればバブル組の恩恵に預かりながら専業主婦前提の結婚ができていたんです。現在令和時代になり、ロスジェネ女性がシングルでいる理由を当事者女性に正直な気持ちで聞いてみると、以下のような意見が上がってきました。就職はバイトや腰掛け程度で考えていたんでそれほど苦労しなかった。同世代は正社員でも中小零細への就職、基本非正規が多い。就職浪人や大学院進学を選ぶ人も多かった。20代前半の私は恋愛も結婚も引く手はまた。公務員はちょっとつまらないので後回し、地方でもいいので有名企業の男性が理想。年収は1000万と言いたいところだけども、私はそこまで高望みはしない。
600万程度でも優しい人ならいいかなと思っていた、などと聞こえてきました。ロスジェネ世代は約2000万人いると言われています。現在は40代ぐらいの人が該当するんですが、未だに不安定な雇用にとどまっていて低賃金にあえいでいます。それゆえに結婚も難しく、親と同居している人も多いんです。最近では子供部屋おじさん、子供部屋おばさんと揶揄されることもあります。これは中学高校の頃に与えられた実家の自分の部屋、子供の頃の部屋に40になっても未だに住み着いているという言葉ですね。特にこの年代の女性は男性に比べてもさらに非正規雇用が多いです。残念ながら女性で非正規雇用40代ともなると、ずっと働き続けてきた男性より給料が少ないのが現状です。男性は20代でも30代でも40代になってもいつかは家族を養わなきゃならないという前提でやってきました。ロスジェネ女性は家族を養う前提という考えをあまり持っていない分、仕事や社会生活に対して一定のハンデにそれがなってきているんです。データを見ると、厚生労働省の令和2年賃金構造基本調査によると、男女で10万円以上の格差があるのがロスジェネ世代の男女の給料収入の実態です。さて、なぜこの10万もの給料格差、収入格差が40代で出てしまうんでしょうか。これは社会の制度が悪いんでしょうか。男女差別の結果なんでしょうか。同じ40代女性でも20代の頃に将来を見据えて高望みせず、妥協と辛抱を続け、堅実な結婚を選び40代になった女性と比べると、こうしたロスジェネシングル女性は圧倒的な格差がついてしまっています。それどころか一人暮らしをすると家賃を支払うのもままならないため、実家暮らしの人が多いという側面もあります。親と同居するパラサイトシングルと呼ばれる中年期の人たちです。しかしいずれ両親も高齢化していきます。そこで問題になるのが、70代の親に40代の子供という7040問題です。まあ、中には家事手伝いということで国民年金を支払っていないケースもあるんですね。さすがにここまで来るとあまりにも見通しが甘かったと言わざるを得ません。国や政策の責任でしょうか、時代の責任なんでしょうか。私たちを見ている若い世代、いわゆる西暦2000年以降の Z 世代の意見、こういった方々の筋も結構通ってるんではないかなと思いますよね。ちなみに Z 世代の彼らはロスジェネ世代よりもさらに悲惨なんですよね。現在ロスジェネ世代の子供たちの世代は、令和就職氷河期に加えてコロナ不況、そして戦争不況という三重苦です。それによる物価の高騰、重税、そして給料が伸びないという現象、さらにいざとなったら生活保護という社会保障制度ももしかしたらなくなるかもしれません。なぜなら私たちロスジェネ世代がその財源を使い果たしてしまうからです。 Z 世代の将来にはこの生活保護制度も廃止を迎えるかもしれません。さあ、ここで生活保護についてちょっとお話していきましょう。実は生活保護はそれはそれできついんですね。例えば非正規雇用の40歳シングル女性の将来、どんな老後生活になるのかをシミュレーションしてみましょう。例えば65歳までの43年間の平均月収が20万だとしたら、厚生年金が約56万、基礎年金が約78万で、合計年間134万円ぐらいをもらえるということになります。65歳からは月額約11万2000円の年金になります。つまりたとえ70歳まで働いたとしても、その後の年金月額は約11万7000円なんですよね。これでは生活を維持することは非常に困難です。生活保護のような生活になるんですよ。40代ロスジェネ女性、非正規社員のままでは70歳まで働いてもこのような生活保護という道へ進まざるを得ないという、こんなね悲しい結末になるわけなんですよね。70歳で仕事を辞めたとしても、女性の場合年齢は90歳まで続いていきます。人生100年時代と言われてますんで、もっと長いかもしれません。20年以上の生活が残っているんです。また
簡単に生活保護を受けられるのかというとそうではありません。働くことができるとみなされれば生活保護は難しいですし、車や自宅を所有していると当然売却が前提です。何よりも親兄弟に連絡され生活を支えることができるかどうかという確認をされることになります。様々な理由で生活保護レベルであっても生活保護を受けられないとか受けたくないということになるんですね。はい、じゃあまとめに入っていきます。40代女性は今後の30年を考えるというまとめになります。今までいろいろと考えてきましたけども、じゃあ一体40代になってもうすぐ50が見える、どうすればいいんでしょうか。その答えは、固い話をするなら老後の大切な資金である公的年金を増額するってことなんです。その自分の年金っていうのは国が決めているなんて思っていませんか。それは間違いなんですよ。自分の働き方で年金額が変わりますし、年金を増やすことだってできるんです。つまり40代ではこのような自分勝手な勘違いをなくしていくことが重要なんですよね。20代の頃にはいろんな判断を見誤ったかもしれませんけども、失敗や経験から学び続けてきた今なら冷静に情報を分析することができると思うんです。当時はなかったインターネットやスマホも今ありますからね。ここは冷静に状況を見て未来を構築して進んでいきましょう。はい、受け入れがたいことなんですけども、ロスジェネ女性、老後を覚悟するわけなんですよ。40代女性の最も深刻な問題は、未だに20代の頃の感覚が大いに残っているってことなんですよ。もちろん若い気持ちを持っているのは大切なことです。でもその気持ちと同時に同じぐらい現実を見据えていくことも大事なんです。就職も恋愛も生活向上も20代の頃の憧れはもう掴むにはリスクが高くなっちゃってるんですよね。ここからの人生さえ棒に振る可能性が出てくるんです。40代では50過ぎの自分をどのように支えていくか、実際に50代の人を養う気持ちで行動してみましょう。場合によっては60代の自分を養う気持ちです。実際に自分が50代とか60代になった時、誰もロスジェネ女性を養ってはくれません。将来のロスジェネ女子を救えるのは、養えるのは今40代の自分自身だけなんですね。